ーズ。カレンさんほどお兄ちゃんのことを見てる人はいないってことに。それに気づいてるリンちゃんもすごいな。だってカレンさんはクールビューティーだもん。見た目は冷たいけど、いつもみんなのことを見ててさらっとかっこいいことしちゃうんだよ。うん、本当はとっても優しい人だってリンは気づいてた。そうだな、リンちゃん見る目いいな。翌朝、二階堂への思いに気づいたことをおずおずと報告すると、リンはもろ手を挙げてかな、喜び大はしゃぎしていた。どうやらリンも二階堂が僕の彼女になればいいと願っていたらしい。まあ気づいたから別にどうということもないけどな。本当か？自分の心の中で何かちょっと変化があったんじゃないですか。今まで友達だったのにいきなりそういう目で見ることなんて。ダメダメ、お兄ちゃんそんな弱気でどうするの。善は急げって言うでしょ。いやでもこんな感じなんだろうな、思春期の男の子が恋をしたって。ところでお兄ちゃん、もうすぐカレンさんの誕生日なんだけど、まさか忘れてないよね。まさかこのチャンスを逃すなんて言わないよね。ね、言わないよね。妹の圧がすごい。リンは笑顔で圧をかけてきながら、僕の手に封筒をぎゅっと握らせた。その表面にはカレンさんへの誕生日プレゼント購入資金と記されている。この妹できすぎだよ。誕生日プレゼント見つかるまで帰ってきちゃダメだから。リンにはかなわないよ。本当にできた妹。リンによって外に放り出された僕は、休日の渋谷の街で二階堂への誕生日プレゼントを探した。やめておこう。サイズとかわからないし、宝石もう無理だ、高すぎる。デパートや雑貨屋を巡ってみたが、ピンとくるものはなく、昼を迎える前に僕は体力を付き合い果たしてしまった。無意無策ではダメだと悟った僕は、一度考えを整理して見ることにした。道の脇に寄り、目をつむって、思案に、なんて読むんかに読めないことがあるのが僕の弱点です。カレンに似合いそうなもの。カレンちゃんに似合いそうなもの、クールビューティーだからな。わあ、難しいな。本好きそうだな、カレンちゃん。ああ、推理物とかいいんじゃねえの。謎解きはディナーの後でとか読んでそうやな、なんかカレンちゃん。といえばクールビューティー、うん、クールといえば涼しげ、あ、扇風機だとか言うじゃないのな。なら色的には青か白か。あんなに全身で赤を強調してるのに。寒色系の装飾品でも戻せばいいのだろうか。いや、でも二階堂はその存在自体がクールなのだから、涼しげな色のものを渡したって思えてしまう。どうせなら無役の色なんてどうだろう。ビビッドな赤、きっと気高い二階堂によく似合う。そんな思いつきを抱きつつ目を開けると、目の前のショーウィンドウに並ぶマネキンの姿が目に入った。その頭部には真っ赤なリボンが結びつけられている。あ、そりゃカレンちゃんリボンをつけとったな。あれ、京介くんがあげたわやつな。てか、そうなるとカレンちゃんの赤いイメージカラーは京介くんが植え付けたようなもんなんじゃ。これだと一目見た瞬間に即決した。赤いリボンはきっと二階堂という存在をより鮮烈に飾ってくれる。それにリボンは意味合いとしてもいい。何せリボンは
頭部に結ぶものだから。僕たちと二階堂を結ぶ絆の象徴としての意味合いを持たせることができる。ロマンチック。うん、いい、すごいな。パッと目の前にあったもんな、赤いリボンが。もう赤いリボンがさ、もう空気を読んでここにいてくれたみたいな。もうこれも漁師の仕業じゃないの。漁師が空気読んでくれたんじゃないの。うん、僕をあげるといいよ。カレンちゃんに僕をあげるといいよ。僕だよ、僕だよ、気づいて京介くん、僕だよ。こう言ってる気がする。二階堂にリボンを渡し、僕らの絆を可視化する。いつまでも一緒にいたいと願いを込めて。家に帰り、赤いリボンを購入したことを報告すると、リンはナイスアイディア、カレンさんには赤が似合うと似合うよきっと、と僕の思いつきを絶賛してくれた。リンは包装された赤いリボンを両手で優しく包み込むようにしながら言った。このリボンがね、きっとお兄ちゃんとカレンさんを結んでくれると思うんだ。うん、これまでヒーローとしていっぱいいっぱい人のために頑張ってきたお兄ちゃんは、その分これから幸せになるんだよ。うん、リンは僕のこれからの幸せを信じて疑っていない様子だった。ほがらかでかな、明るいその表情、その笑顔を見ていると、なんだか僕までその気になった。きっとこれから僕らはこれまで以上に幸せになれるんだと。僕もリンも二階堂も他のみんなも、けれどまさかこのリボンがリンの命を奪うだなんて僕は想像すらしていなかった。このリボンが。この翌日、リンはここから僕の記憶は明晰さを失っていく。いくら思い出そうとしても、その映像はもう、おぼろげで蛇のようにたわんでいる。きっと当時僕が正気を失っていたからだろう。かろうじて思い出せるのはいくつかの記憶の断片だ。夜の病院、悲観に暮れる親父と、おじとおばか、霊安室で見た凛の、今でも記憶を直視すると心臓が張り裂けそうになる。あれだけ幸せだった京介くんにこんな悲劇が。体中が嘆きで燃え尽きてしまいそうになる。でも逃げてはいけない。僕は凛の死の真相を思い出し、そして何をするかを決めなくてはならない。あまりにも突然に訪れた凛の死を僕は受け止めることができないでいた。信じられなかった。つい数日前まで僕のそばで笑っていたリンが車にはねられあっけなく死んでしまったなんて。車にはねられ、これまでの話だったらカレンちゃんに殺されたって話なのに、車って。生きる気力を失ってしまった僕は一時中何もできずに部屋で昇進していた。カレンちゃんが殺したんじゃなかったん？それともなんなん？その車運転したら実はカレンちゃんで無免運転で、私車運転したいのみたいな感じで思い始めて、親のキー奪って車運転した結果がこれですみたいな、そんな話じゃないよな。カレンちゃんアグレッシブ。もしも一人だったら僕まで凛の後を追うように死んでいたかもしれない。京介、京介、あれなんだよ、うるさいな凛、今
日は学校休むって言ったろ。あ、心配してくれて来てくれてんだな。放っておいてよ。もう声から伝わってくる、このもう魂が抜けたような声。違うよ京介、私はユウだよ。リンちゃんはもう、この時期僕を支えてくれたのは幼馴染のメンバーだった。彼らは変わる変わる部屋を訪れては僕の肩を揺さぶり、わずかに残った正気をかき集め、半ば無理やり学校へと連れ出してくれた。町工事は僕を担ぐように運んでくれたし、神谷は家まで車を回してくれた。影山は一緒に泣いてくれたし、室積もこの時ばかりは神谷のそばを離れて僕を気遣ってくれた。あ、室積もか。だけどこれほど素敵な友人たちに恵まれておきながら、当時の僕は感謝をする能力すら失っていた。いや、しょうがないだろう。ぶっちゃけ京介くんを形に作っとってくれた妹が死んだんやけん、学校でもううつむいて座っているばかりで何一つ行動することはできなかった。凛に作ってもらったヒーローとしての僕は死んだ。守るべきものを失ってしまった僕に、僕自身が存在理由を見出せていなかったのだ。そうか、僕が正気を、はっきりと取り戻すのは凛の死にまつわるある噂を聞いた時だった。ひどいよね、桜井くんの妹さんを殺したのって二階堂さんなんでしょ。いや、車に離れたんじゃない。それを何か二階堂カレンちゃんのせいに。廊下？うん、妹さんの事故現場に立っていたって。ん？その言葉を聞いた瞬間、昇進していた僕の意識は一気に現実まで浮上した。ガバッと顔を上げ、今聞こえた情報を反射かなするようにつぶやく。カレンがリンを。京介、お前どうした。いきなり。リンの事故以来明細な言葉を初めて口にした僕を見て、僕の机のそばにいた優と町工事が涙を流していた。そこまで絶望的だったんじゃ。心配をかけていたのは悪いと思ったが、でも二人に構っている暇はなかった。ねえ優、カレンがリンを殺したってどういうこと。うなずくとかな、聞くとか。優は気まずそうに目をそらした。僕は次に町工事に同じ質問をしたが、答えを得ることはできなかった。その後僕は神谷、諸角、影山、東国、幼馴染たちの下を回ったが、元を回ったが誰も二階堂と凛の死にまつわる噂については教えてはくれなかった。何なんだろう。仕方がないので僕はひたすら自分で情報を集めた。口の軽そうなクラスメイトに全部話せと迫り、ネット掲示板を見て回った。もう徹底しとるな。情報はすぐに集まった。凛の事故現場に二階堂はいた。凛は何かを追いかけるようにして道路に飛び出た。二階堂が投げた何かを追って凛は道路へと飛び出した。二階堂本人もそれを否定していない。最初は信じられなかった。たちの悪い噂話だと一蹴してしまいたかった。何かを追いかけたけど、二階堂への疑いが決定的となったのは
おばからもたらされたある情報だった。何？凛ちゃんね、赤いリボンを握りしめていたの。あれ、凛ちゃんのものじゃないわよね。一体誰に？それにどういう意味なのかしら。赤いリボン、それは僕が二階堂カレンに渡した。噂と断ずるにはあまりにも条件が添えすぎていた。何なんだろう、赤いリボン。否定する材料を集めようとするたびに二階堂への疑いが深まってしまう。そう考えたくはないけど。どういうことだよ。僕は真相を知りたくて、噂を否定してほしくて、事故以来一度も顔を合わせていない二階堂カレンの元へ向かった。嘘だよね、カレン。リンを殺したなんて。嘘だと言ってくれ。まさかカレンがそんなことを。何か理由があるんだろう。嘘だと言ってほしかった。リンの死だけでも耐え難いのに、その上友人がその死に関わっていたなんてことになったら、僕には自分を保てる自信がなかった。事実よ。ああ。平然と二階堂は嘘を肯定した。まるでそれが何でもないことであるかのように。なんで？嘘でしょ。彼に凛を殺す理由なんて。だってあんなに凛と仲良く。リンが一方的に私に話しかけていただけよ。え？私がいつあなたたちと仲良くしたの？なんてことよ。そう聞かれると、確かに二階堂がはっきりと僕やリン、それから他のみんなに好意を示したことなどなかったのかもしれない。でも一つだけ、あのドッジボール大会の時に二階堂は、カレンはドッジボール大会の時、僕の体調不良に気づいてくれた。僕のことをずっと見ていてくれたって言ってくれた。それはカレンがきっと優しいから、みんなを気にしていたから。すがるようにそう言うと、二階堂は呆れたように首を振った。あなたが何を言っているのかよくわからないわ。え？そっけないことは、感情があふれかえってしどろもどろな僕とはあまりに対照的だった。私からあなたに伝えられる情報は二つ。私はあなたにもらったリボンを捨てた。リンはそれを追って道路に飛び出した。それだけよ。え？捨てた？待てよ。それだけってちゃんと教えてくれよ。前後の状況とか。どうしてあのリボンを捨て。僕らの縁になればいいと願って渡したリボン。たくさんの思いを込めた、ずっと大切にしてほしかった。どうしてあれを捨てなくてはならなかったんだ。酔いにもよってリンの前で、せめてその理由だけでも。どうでもいいことよ。どうでもいいこと、そんなことあるか。二階堂は、話は済んだでしょと言わんばかりの態度で身を翻す。どうでもいいって。なんだよ。リンは死んでるんだぞ。それなのに、どうしてそんなに落ち着いて、悲しくないのかよ。去りゆく背中に叫びをぶつける。すると二階堂は首だけで振り向いた。悲しみなんてないわ。カレンちゃん、君はそんな子だったのかと。膝をつく。対話すら成立しない。抱いたこの劇場をどこに向ければいいのかわからない。
もしも二階堂がリンとの死の関わりを否定してくれていたら、僕はそれを信じただろう。どれほど二階堂に不利な状況証拠が揃っていようともだ。いや、たとえ二階堂がリンの死を招いていたとしても、それを故意ではないと言ってくれさえすれば、悲しんでくれさえすれば。なのに、信じた世界が音を立てて崩れていく。もう、何もわからない。確かなことは一つ。リンは死んだ。二階堂に殺されたのだ。そうか。それが殺されたっていう真相だったのか。悲しい。幸せになったはずの京介が崩れ去る。ここからの記憶はない。完全に失われているようだった。ローの話によれば、これ以後の僕は二階堂がいじめられている現場に立ち会い、それを眺めていたという。記憶はなくても、僕がどんな心境で二階堂へのいじめを観察していたのか予想はつく。きっと僕は見なかったのだろう。二階堂のあの冷血な無表情が歪む様を。マジか。そこまでちょっと京介。凛の死で苦しみ抜いた僕と同じように二階堂が苦しむ様を。戻ってきた。え、なんでナイフまだ握りしめてんの。過去の旅を終えると同時、白く染まった視界に景色が戻る。おかえり、ただいま。僕は建設途中のビルにいた。目の前には二階堂カレン。思い出した、思い出したよ。思い出したんならお前がやるべきことは分かってるよな。こいつはもう手に負えねえぞ。でも今この赤いリボンつけてくれ、これが京介くんにもらったやつじゃないの。ああ、確かにそうだ。人の妹を死に導いておきながら平然としているものを人間と呼ぶのは難しいけれど、僕はここに至ってもまだ手に握ったナイフを二階堂に向けることができずにいた。ほんの短い間ではあったけど、僕はこのクロノス界で止まった時間を二階堂と一緒に過ごしてしまった。頭では何をすべきか分かっているけど、胸の内に新たに生じてしまった感情を処理しきれない。カレンちゃんはこのキュールビューティーなところはありながらも、なんだかんだで京介くんの手助けをしてくれていた。そのカレンちゃんも偽物とは言いたくなかった。そんな俺がいる。何しやがる！てめえここでも凛を裏切んのか！なんかロー、そこまで言うたらロー、お前凛ちゃんとどんな関係があったんだって思ってくるんだけど、お前そこまですごい言葉を荒げて。僕は吠え盛るローに構わず、二階堂に帽子だけ聞いてみることにした。二階堂、凛を殺したのか。何かを答えてほしかった。当時の心境とか状況だけでも僕に教えてほしかった。否定してほしいとまでは言わないけど、せめて一言謝ってくれさえすれば僕は。わあ、背けるのか。二階堂は僕の問いに少し沈黙すると、外にそびえる鏡の壁へと目を向けた。最初に渋谷を囲むあの鏡を見たとき、まるで牢獄みたいだと思ったわ。ここに私を閉じ込めて罰を与えるつもりなんだって。けど。二階堂は落ち着き払った口調でそう言うと、一度言葉を切って目を細めた。ローさえ何とかすれば
私は勝てると思ったの。え？この世界で他のみんなは記憶を忘れていたから、私の罪を知っているのはローただ一人だけだから。二階堂は鏡を見るのをやめ、僕へと視線を戻した。ここに、この世界に来てまでも自分が犯人だと悟られないようにしようと立ち向かいよったんじゃ。そういうことなのか。復讐は完璧に果たされるはずだったのに。復讐ってなんだよ。私を見殺しにした、醜いあなたたちが消滅するよう促していき、最後に私自身の手で桜井君を突き落とす。この計画が成就されてさえいれば、私は静かな渋谷で一人、いつまでも空を眺めて暮らすことができたのに。おい二階堂カレン、お前はそんなことを思ってたのか。けれどあなたは記憶を取り戻してしまい、私の勝ち目はなくなった。二人以上の敵に勝てるとは思えない。チェックメイトね。何なんだよこの状況は。もういいだろ、犯人がこいつなのは明白なんだ。犯人を見つけたらやることは一つだろうが。この世界は犯人を見つけるために作られた世界だが、見つけただけでは終わらない。犯人を始末しないことには現実世界には帰れない。それがクロノス世界のルール。分かっている。二階堂はこうさなくてはならない。そうしなければこの世界からは出られない。そもそも二階堂はすでに現実世界で死んでいる。死人を殺し直すだけの話だ。分かっているけど、それでも右手は震えてしまう。もう脈打ってるもん。これ人をこう手で殺すだなんて。いいのか、そんな情けねえありさまで。リンが見てるってのにな。どんな目で見てるリン。最初に電光掲示板に浮かんだ文字を思い出す。私は死んだ、犯人は誰。あれは被害者であるリンの言葉だ。つまりリンコスがこの世界の死体だったのだ。そうなんのか。ここはリンの恨みによって形成されたこの世界。無念のうちに殺されたリンが僕の手を借り、二階堂への報復を果たす。そんな奇跡を成就させるための世界だ。本当にそうなのか。だとしたら復讐のためでの世界だと。妹の敵を討つ。それがリーに作ってもらったヒーロー桜井京介の最後の欲望だ。被害者は桜井凛、犯人は二階堂カレン。ここで二階堂を殺すのがこの世界で唯一無二の正解で、リンの望みに他ならない。でも本当にそうなのか。殺してやる二階堂。やるんか。選択肢。え、ちょっと待って。でもえ、選択肢っぽい感じで出とるけど、カレンちゃんしか選択できてない。できんのちゃんこれ。ママよ。嘘だろ。どこからともなく
音が鳴り、渋谷を囲む鏡にひびが走った。まるで世界が涙を流しているようだと思った。建物が鼓動する。いや、渋谷全体が揺れている。クローン世界が体を震わせて泣いている。そうだろう、凛ちゃんだって本当はこんな状況を見て泣いているはずだ。子犬はそう思う。泣いている？あれ、おかしいな。兄としての義務を果たした僕を凛は祝福してくれると思ったのに、なんで泣いているんだ？そりゃ泣きたくなるに決まってんだろ。ねえカレン、僕は一体何を？いやー、カレン、カレン。倒れたままの二階堂は泣いていた。止めどなく涙を流し、何かを後悔するような表情で。ごめんね、桜井くん。本当にごめん、凛ちゃん。ごめんなさい。ねえ、どういうこと？ごめんって何？謝ることができてるんだなら、どうして今までそんな態度で。いや、そもそも君は何を謝って？二階堂、君は。その瞬間、僕は黒い光に包まれた。それは全てを浄化していく。思いも願いも罪も記憶も全て希薄になっていく意識。その中で僕は確信していた。僕はきっと何かを間違えた。見るべきものを見なかった。見るべきものを見落としていた。それが何かは分からないけど、きっとよく探せば取り戻せたはずなのだ。リンが憧れていた僕たち8人の世界を。お兄ちゃんたちはまるでヒーローみたいだね。ねえ、今日はどんな冒険をしてきたの？